ピンポン。もう、なんか美味しそうなものが置いてあるのだ。美味しいのだ。ジュアース。あれ？どなた？あ、こんにちは。スンダモンなのだ。あら、かわいい。こんにちは。どうしたの？迷っちゃったの？そうなのだ。実はつむぎちゃんに会いに来たんだけど、迷ってしまったのだ。ああ、そうなんか。はい、止まりなさい。そこの枝豆止まりなさい。なんだなんだ。君とハム太郎を詐称しているずんだもちだね。何言ってんだこいつ。はい、あかりちゃん離れて。そいつ危険なので離れて。どういうこと？そいつはハム太郎の詐欺を真似。自分はハム太郎であることを主張し、あわよくばオシラとコラボしようとしている極悪人だぞ。ネタが古すぎるわボケ。ハム太郎に迷惑をかけるんじゃねえ。お前ハム太郎の何なんだよ。違うのだ。僕はハム太郎を詐称なんてしてないのだ。では貴様の語尾は何だ？その語尾は生まれつきなのだ。ならそれを改めるしかないな。ほらその語尾。ハム太郎に間違えられるから、これから貴様は語尾をこうすればよい。僕は。ズンダモン！なんで水木一郎風なんだよ。確かに、これでは水木一郎に間違えられてしまうな。間違えられるかば語れ。僕は、ズンダモンでーすなのだ。語尾が決められてる。はい、ツーアウトね。あとワンアウトで逮捕なのでよろしくぜーっと。どうでもいいけどその語尾やめろや。ちなみに、貴様はハム太郎の口癖とかは言ってないよな。口癖？それを言ってしまったら最後だぞ。気をつけた方がいい。いいか。これだけは言っちゃダメなハム太郎の口癖はな。口癖は、あれ、なんだっけ？え？そんな毎回えずいてそうなハム太郎やだよ。思い出した、あれなのだ。ハム太郎の口癖は、いけ、なのだ。はい、逮捕。なんでなのだ。ふんわ、こいつマジで。やめろや、そんな不幸逮捕許さんぞお前。優しい、頼りになるのだお姉さん。いやいや、そんなそんな。まあこいつアホなんで、変なこと言う時もあるけど許してあげてな。でもそいつ冒頭であかりちゃんのお菓子食べてましたよ。やっぱこいつハム太郎を名乗ってたわ。うわ、ごめんなのだ。僕は無実なのだ。ハム太郎じゃないのだ。そうなの？ちゃんと声も違うし、語尾はたまたまなのだ。僕をもっと知りたい方は概要欄から解説動画もどうぞ。こいつ、やりよる。